どうも、ナオチンです。スターオーシャン2やっていきます。よろしくお願いします。さあ、最後のチャレンジバトルが解放されましたので挑戦してみようと思います。このね、解放条件もなかなかわからなかったんですけども、これはね、わかった。解放条件が、これですね。10賢者再びなんですけども、解放条件が、ラスボス真のガブリエルがいるじゃないですか。普通のやつと真のやつ両方とも倒すと出ると思います。うん、真のガブリエルを倒した時に、出たので間違いないかな。うん、でも推奨レベルが200なので、あの試練の洞窟までクリアしなきゃいけないかもしれません。うん、そこはちょっとわかんないですけども、まあ俺は試練の洞窟もクリアして、真のガブリエルも倒しました。そうしたところ出てきましたね。はい、結界の紋章、なんかやばそうな装備だけども、どんな性能なんでしょうか。行ってみます。それでは行きましょう。あー、すっげー敵出てくるな。まあ、とりあえずリバイバルをかけていきましょうか。余裕余裕余裕、減らん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 。ちょっと待って、あー、なるほど、こっちの動きが止まるやつを使っていくのね。で、もう通常攻撃しか基本しないので、アタックボトルを使っときましょう。 OK、 次何回、5回戦闘か。まあまあいい、 OK、 全然余裕じゃん。うん、この一番難しいやつをクリアした後にやると、いや、ぬるいぬるい。うん、別にブラディアーマー装備しなくても余裕でゴリ押しできる。真のガブリエルぐらいかな、ちょっと難しいっていうのは。あとは全然余裕でしょう。やっぱりね、一番難しいクエストで出てきた総翼の腕は、あれを装備したらめちゃくちゃ強くなったのよ。うん、呪文ほぼ半減と吸収なので、それがすごくでかいよね。よし、でこれが真のガブリエルかな。効かない効かない、水は効かない。あ、サザンクロスは若干効くけども、すぐ回復するんで大丈夫です。炎は吸収です。あと闇も吸収、血はちょっと食らうかな。おお、4000。おお、でも速攻回復するんで大丈夫です、問題なし。わあ、マジか、あぶねえディバインウェーブ一発でやられた。 OKOK、 でも大丈夫、こっちにはリバイバルカードがあるのでやられることはない。よし、お、ちょっと待って、うわ、マジか、うわ、意外と攻撃しにくい。もうこれも使っていくぞ。自分だけの力で勝ちたかったけども、やばい、新曲、おお、マジか新曲も一応なんとかなるには。あ、やばいやばい、やっぱこれまずい、これはまずいです。あぶねあぶね、もうリバイバルカード様々ですよ。うーわ、よし、何枚使った、4枚ぐらい使った。いやいや、それぐらい使わないと無理無理、勝てない。よし、体勢しっかり積んできてこれだからね。よし、もうちょい、終わりだ。よし、まあなんとかなりましたね。さあ、どんな性能なんでしょうか。かなり楽しみだな。なんか無敵になったりするんじゃないの。では
ドロップアイテムは、おー、結構いろいろ出たけども、うん、まあまあ、後で見てみましょう。そして、報酬で、結界の紋章。どんな性能なんでしょうね。見てみます。では、性能を見てみましょうか。まあ、出たのが、あ、ここら辺か。ああ、まあ、そう大したもんではありませんね。何？20% の確率で受けたダメージを反射。受けるダメージマイナス 20%。ああ、これはもう、呪文とかそういうのも合わせて全てマイナス 20% なんだね。はいはいはい。で、20% で反射か。うん。でもダメージは受けるには受けるんだな。で、ああ、ステータス変化はないですね。ならば別にいらんかな。いらないかな。受けるダメージマイナス 50% とかだったら、なんか使い勝手良さそうだけども、20% か。反射もね、20% じゃなくて 50% の確率でも良かったと思います。もう最後の最後にはね、もうチートみたいな性能のやつでいいと思うんだ。なんかちょっと中途半端な感じでしたね。はい。ということで、今日はですね、チャレンジバトルの、下から2番目のところですね。そこが出ましたので、挑戦してみました。名前なんだったっけ？チャレンジバトルの一番下。十賢者再びですね。はい。チーム戦なので、他のキャラクターを入れてもいいと思うんですけども、まあ一人で行きました。全然行けますね。で、ここの、解放方法ですけども、おそらく、真のガブリエルを倒せば出ると思います。もしくは、真のガブリエルと、試練の洞窟の完全クリア。だと思います。もう試練の洞窟クリアした状態で、真のガブリエルを倒したので、どっちかはわかりませんけども、まあ、あいつを倒すっていうのは間違いないと思います。はい。ぜひやってみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。